本番では2号艇渡辺英二ピット離れ後手を踏む格好となり回り込んでいます。先ほど行われました第11レース2つ目の準優勝戦からは磯部誠と大池祐樹の2名が優勝を決めまして、こちらのレースでは人気サイドでの決着となっていました。ボートレース三国夏盛り三国観光産業社長杯、本日はシリーズ4日目の競争です。競争水面上は本日ラストの一戦、3つ目の準優勝戦第12レースです。対戦メンバーは1号艇中田龍太、2号艇渡辺英二、3号艇上平慎治、4号艇石田聖吾、5号艇高橋勲、6号艇牧原隆、以上のメンバーです。インコースすでに構えています1号艇中田龍太、得点率トップで予選通過、絶好枠での登場です。結果的に本番でも2号艇渡辺英二が2コースです。3号艇上平慎治3コース。前半レースは2周1マークで逆転での1着白星飾っています。4コース角に4号艇石田聖吾、5コース5号艇高橋勲、6コース6号艇牧原隆、結果的に定番通りの並び3対3と分かれています。1号艇中田龍太人気の中心です。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました5号艇高橋、そして4号艇の石田、コースタートを切っています。逃げ体勢インから1号艇中田、刺す2号艇渡辺、まくり刺す形でした。4号艇の石田ですが若干もつれる格好、内から2号艇渡辺と外1号艇中田、2艇のトップ争いに3番手は5号艇高橋、後方離れて3号艇の上平と6号艇牧原並んで4号艇石田が最後方。スタートは正常です。1周2マーク1号艇中田が旋回、切り込む2号艇渡辺ですが2番手、先頭は1号艇中田龍太、内から迫る2号艇渡辺ですがその差は判定心と詰まってきました。3番手は5号艇の高橋で、現在上位体系1双子も2号艇の渡辺がへさきがかかっています。2周1マーク先に旋回する2号艇渡辺、差し返しを狙う1号艇中田ですが、ここで2号艇渡辺英二三艇身とリードを取って単独先頭に躍り出ました。1号艇中田惜しくも2番手、3番手離れて5号艇高橋、現在体系2対15の体系で2周2マークに向かいます。先頭2号艇渡辺英二、1号艇中田2番手、3番手5号艇高橋勲、2番1番5番先頭と2番手の定間は約3停身ほど、前は2号艇渡辺、1号艇中田2番手、3番手5号艇高橋、2対15の体系でこれから最終周回です。先頭2号艇渡辺英二、1号艇中田2番手、3番手5号艇高橋勲の上位体系、現在2番1番5番の体系、その後ろ3停身差まで迫っています。3号艇上平4番手、後方6号艇4号艇で最終ターンマークです。2対15ですと3連単は 95.1 倍です。先頭2号艇渡辺英二ラストターンマークを旋回、1号艇中田2番手、3番手は5号艇高橋が守りきりまして上位体系2対15第12レースゴールです。先頭2番渡辺五輪、2番手1番中田が五輪、3番手5番高橋五輪、3番上平、6番牧原、4番石田がラストで五輪です。